はい、今日もあなた道百姓天国。はい、本日は5月の31日、5月の最終日ね、金曜日ということでね。さあ、夕方近くなってきましたが、出荷終わってね、そしてトラクターを畑に持ってきました。そして何やるかと言いますと、ここね、秋冬の耐熱マルチ、もう来週からね、来週末ぐらいにね、張ろうかということで、雨がね、ちょっと降ってるんですけど、ぬかはねもうすでに入ってますので、最後にね窒素分を少し足してあげます。で、窒素分というのがねこれです。よいしょ、よっくらせ、よいしょ、よいしょ、ちょっと、これ向こうに持っていきましょう。よいしょ、よいしょ、よっくらせ、半分で一体ぐらいかな。まあ撒いてみないと分かんないけど、よいしょ、おーしょ、残さをね、残しちゃいけないんで。カマどこ行った？カマ。あったです。はい。使うのはこれですね。コメルで売っている、ぼかし粉ってやつ。これね、有機 100% なんですよ。ぼかし肥料。なので、ね、有機 100% でこれを使うということですね。これコメルで普通にね、売ってます。ね、まあ、後ろにね、袋見てもらったら分かると思うんだけど、ね、こうやっていろいろ書いてあるでしょ。はい。で、この通りはまあ人によると思いますけど、私は全くこれに書いてあるのの大体1割ぐらいです。 10% ぐらいだと思った方が無難です。なのでね、それぐらいです。特に人参なんかはね、入れすぎたらアウトなので。よいしょ、よっこらせ、あんまり入れちゃうとね、重いので。これでどれぐらいですか？3分の1ぐらいでしょ。ってことはこれで多分3倍ぐらいだと思うとね、これで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本ぐらいのうちだから、4本、4ベッドぐらいで半分だと思うとね、3袋だから今の1杯で3分の1ぐらいっていう、そんな感じでいいかなっていう感じですね。もう1袋あるのでね、入れすぎはとにかく良くないので。ぬかがね主体ではありますが、2年目3年目と連作してくるとね、やっぱちょっとぬかだと弱い部分がありますんで、今ね、今年春人参ね、ちょっと太りが悪いのはやっぱちょっと窒素分が足らないなっていう感じですね。はい、ということで撒いてね、すぐに、これペレットなので撒きやすいですよ、これね、こうやってね。なのでこんな感じでね、窒素分を少しだけ、これね、普通多分観光栽培の人たちから見ればね、ものすげえ少ねえなっていうね。はい、基本的にはね少ないです。パラパラっていう感じですよね、観光栽培の人たちの感覚からするとね。基本的にはね、ぬかで作るということですんで、オーガニック栽培はね、とにかくね、窒素分が多ければ多いほど病気や虫になりやすいんですよね。なので炭素で作るということ。炭素って何ですか？有機物なんですよね。だから有機物を入れなきゃいけない。だから緑肥、そしてぬか、あるいは野菜の残さとかもね含めてね。これで今こんな感じですよね。今半分ぐらいかね、2袋もいらない感じですかね。あんまり入れすぎるとねよろしくないので、半分ぐらいですね、半分ぐらい。はい、ちょっと多いぐらいですな。ちょっと多いかもしれないね。こっち側に巻いていきましょう。
長靴の中にこうやってねペレットが入るので歩きづらくなるんですけどね。よいしょ。今日は雨なのでね、こういう作業ぐらいしかないわけですけど、よいしょ。ちょっとはでもあれかもな。はい、よし、これで奥行って、もうちょっとここの一列だけあれかな。まあまあ、ちょっと長靴の中になんかいろんなものがねこうやって入るんですよよいしょ。よし、明日は晴れるみたいですけどもね、日曜日がねどうやら雨なんですよね。なのでジャガイモ掘りはやめます。はい、すいませんなのでごめんなさい、何本か前の動画でジャガ掘り募集しますって言ったの、日曜日はやりません、ごめんなさい。申し訳ないですけど予定はコロコロ変わります。天気その他ね、いろんなことでこうやって変わっていくんですね。なのでね、まあしょうがないです、ご理解いただければと思います。ね、さこのぼかしっこのあれだとね、この人参の広さだったらこれ10袋とか入れなきゃいけないんですけど、もうとんでもないですね。1袋半ぐらいでいい感じで、2袋でも多いぐらいな感じですかね。肥料過多になっていいことは何もないんですよね。基本的にはだからぬかとかね、この間落ち葉の話をしましたけど、そういうね炭素率がね12とかね、それぐらいのもの、こういう鶏糞とかね、肥料分とこういう窒素分の強いものはね、とにかく少なく入れるということなんですね。大事なことはね、この2列に巻いていきますか。もう1袋あるのでね、やっぱ2袋はいらないぐらいですね。はい、ペレットになっているので巻きやすいは巻きやすいんですよ、これね。だからこういうものをね、ほんの少し添付するって感じなんですよね。ベースはぬかでいって、ちょっと窒素分がね、ぬかだけだとちょっと弱いとね、それは野菜を見ればわかるでしょ、ね、でそういう場合はね、こういうペレットで少し窒素分を足してあげるとね。入れすぎは良くないですからね、皆さん気をつけてくださいね。よいしょ。ね、これ見れば分かると思うんですけど、一袋で一坪1キロとか書いてあるんですよ。だから300坪1反だとね、300だから300キロになるからね、これ20袋とかになるんですよ。ね、見てください、これ大体いったんじゃないですかね。私1袋半ですよ、だから1割もないぐらいですよね。まあその肥料分の多い少ないってそれはありますけど、まあ恐ろしいですね。これでそれでやっちゃうと、この肥料ブロックに書いてあるあれでやっちゃうと、肥料過多というか多分オーガニックだと病気になっちゃってできないですね、野菜ね。はい、っていうことなんだと思いますけどまあそれは人それぞれの判断とね、実際どうかってそれはあれですけどね、なかなか恐ろしいから皆さん気をつけてくださいね。
はい、さあこっち行きましょうか。こっちは1、2、この真ん中までね、このラインを歩きながら左右に巻いていけばいいね。はいはい、はい、正確にね、できるだけこう均等にね、バランスよく巻くって、これも意外とね難しいんですよ。ぬかでも何でもそうですけど、均等に巻くっていうのはね、正確にまっすぐとかね、すごく大事な技術なんですけどね。例えばトンネル張るときにね、支柱を張るってなったときに、その支柱と支柱の間隔をね、正確にこう1メートルなら1メートルという間隔をね、割と正確にやらなきゃいけないんですけど、意外とそういうの難しいんですよね。一袋半だね。一袋半もいかないぐらいだね。まあ正直一袋でいける感じではあるんですけどね。ね、一旦で一袋ですよ皆さん。私のこの感覚だとね。だから人参の甘みっていうのはね、窒素分ではないんですよね。自然な甘みね。だと窒素分は抑えた方がいいです。実際の味、食味をね、あげるみたいな話になってきた時のね、話ですけど、まあこれは僕の感覚ですけどね。だから有機肥料とかをね、入れれば入れるほどなんか野菜が甘くなるようなイメージかもしれませんけど、実はちょっと違うんですよね。自然な味わいっていうかね、はい、実質分を抑えた方が美味しいは美味しいですね。まだぬかがこんな感じでね。来週ではちょっと早いかな、もうあと1回。こっちの後半はね、ぬかをね、まだ入れてあれですから、耐熱マルチ張るのは6月の終わりぐらいですから、まだ3週間以上ありますんで、はい、もう一袋持っていきましょう。よいしょ、これで15キロだもんね。だから1旦で15キロ、1袋で十分だと思います、基本的にはね。そう思えばほら、これ2000円ぐらいでしょ、1袋ね、お米入れてね。だから1旦で1袋2000円だと思えば安いでしょね。ただその代わりやっぱりベースをね、ぬかにしないとダメよっていう話でね。中にペレットが入るのよ。どうして右しか、右手で巻いてるからか。全部は多分使わない感じですね。こうやって残しておいて、またね、何かで秋冬の栽培作付けの時にね、こうやってペレットだから、私は本当にね、何十袋も使わないんですよ。本当に10袋も、年間すると10袋も使わない。本当にこうやって今秋冬でね、2袋買いましたけど、多分キャベツとか白菜の時もね、1袋入れるか入れないかぐらいですね。年間にすれば本当に5袋ぐらいじゃないですか。うん、すげえ少ないですよ。1万円ですよそれでね。だから安く済むじゃないですか、肥料代とかね。だからこういうのに頼っていくとね、あんまりよろしくないので、あくまでも添付というかね、メインではありませんってことですね。ちょっと窒素分が足りない時にね、少しこういうのを利用させてもらうとね、合理的にね、考えてやっておりますということですね。
ちょっと多いぐらいですね。で実際作ってみてね、秋冬人参を作ってみて、その姿形で窒素分が多かったのか、ね、入れた量がどうだったか、形を見ればね、野菜の形を見れば野菜をちゃんと教えてくれますから、窒素多いよってね、栄養分が肩だよとかね、そういうのは全部野菜を見れば全部教えてくれるわけですね。逆に言うとそこが分からなければ意味がないというかね、お前何やってんのって話になりますんで、はい、これをもうあと全部巻いて、だから1袋半ですね、はい、それで実際どうだったかっていうのを今年の秋冬ねできた人参を見てね、窒素が多いとなんか形がねこう歪んでしまったりとかねしますんで、それで判断すればいいわけですね。気持ち結構前だけど、去年俺1袋も入れてないと思うんだよね。だから今日今年はちょいとこれで3年目入ってから来るので、もしかしたらね、はい、ちょうどですね、はい、ぴったんこ。雨濡れないようにね。よいしょ、早速トラクターねかけちゃって、それで終了ですね。よいしょ、これ巻くとね、体がやっぱちょっと魚粉とかさっき入ってるのでね、匂うんですよ。本人は匂わなくても、だからねこの帰りにスーパーに寄ってはいけないということですね。だから先ほどね出荷のヤマト納品してからもうすでにスーパーに寄ってね、今日の晩御飯の材料とか全部買ってますので、もう今日はこれ終わってね、トラクターかけて家に帰るって風呂入るだけなので、私が臭くてもね、はい、誰に迷惑かけることもないということで多分今私臭いわけですよねこれをまかなくたってもしかしたら臭いかもしれないということでね、はい、お尻に何か当たっている草刈り釜、よいしょ、はい、ということでね、こんな感じで突き込んでいきますね。これ以上雨が強くならないようにね、明日はどうやら晴れるようなんですけども、明日から6月ということでね、さあ頑張っていきましょう。それではまた。